34番です。ああ取れる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 。ちょっとへこみ行く。一応回数ついてないやついきますね。角から4番目。いやーいいんじゃないですか。今日は16台に増大された番長3からスタートでございます。おはようございます。あいやーちょっとな、俺打ちたい台やったんやけど無理やなこの番号じゃ。あー無理やったな。どうしようかな。うるっ引かないですってなんでいざなおうとするんですか。獣王行きましょうかね。今僕もちょうど目に入りましたよ。じゃあ獣王でこちらでちょっと行かせてもらいます。あまーす上行こう。これダメだ、下ダメだ。とりあえずもう選べる状況にないんで。ないよな。わわわわ、あった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 ウェイクアップマルチだった。ちょ待って待って、なんだよ、あるじゃねえか。おはようございます。おはようございます。本日11戦目ということで残すところあと2回ですか。やから1年通しての。確かに今日含めて2回、はい、早いですよね。で今お肉がマックスまで行ったっていうことですよね。はい、お肉はで、え、お肉だけやっけ。マックスまで行ったんは。そうやね、ですよね。今回めっちゃ負けてるもんね。あ今回ね、なんやまあ、で前回は一応勝ったんでしたかね。確かん前回勝ちましたよね。とめきさんだけ負けたのは覚えてる。ああほなまあ負けかな。僕が負けるってことは、ああ俺が勝てないような状況はもうみんな無理や、俺は全員無理やっていうところなんで。で魚拓さんはウェイクアップガールで打ちました。あれなんかすごいらしいですね。なんかしかしワグでしたっけ。ワグね、なんかあの男の人のバーってフラッシュが来るやつね、めっちゃ出るっていう話ですよ。いや出る出ないじゃないです。一番面白いです。出るとかしないで考えて一番面白い。全然似合わへんわ。いや、まあ、そう、まあ、まあ、確かにあの違和感は指摘されるんですけど申し訳ないですよ。最近用意ってあるんですか。なるほどな。一番面白いですね。僕はちゃんと狙い台あったんですけどもうちょっと残念ながら座れずやって、ちょっと獣王。何が狙い台。ウルトラセブンをちょっと。え打ちたくなったってこと。いや、あの寝台で入ってたんですよ。え今回ウルトラセブン。ウルトラセブン前からっていう。いやでもなんか今回寝台扱いで多分一回消えたんでしょうね。で再導入で、で2階に1台あの青鬼の横かな、いっちゃん奥のところに1台入ってたんですけども、ちょっと先越されてて、ちょっとまあありかなっていうふうに思ってて、まあ、めちゃくちゃみっちり勉強してきたんですけどね、残念ながら披露する場がなくなりました。で結果、結果獣王です。獣王ってあの古い方、あのここのボタンを押すやつ。獣王、もう獣王じゃなくて獣王。ちょっとその辺は分からないですけど。ここ押すやつ、ここ押すやつ。じゃあほな人かけて、はい、今5人でしょ。5人、勝てば10人、10人目指してね、はい、頑張りますんで最後までお付き合いください。行ってまいります。ただね、周りで朝一 4,500 ハマってる台がね半分くらいあるんですよね。大丈夫かな。思ったより状況良くないんかな。後ろ400、400、350、535、500、488ハマってるんで、これはちょっと黄色信号やぞ。おお、またチェリーか。チェリーよね。1ゲーム目あれ商店街行った。5分の4ぐらいでチェリー対決行ってますね。ぶっ飛んでんな。チェリーの分定格。チェリーは差があるとはいえ 15% から 22-3% ぐらい、そんな差はないけれども、ここまで引けたら嬉しい。シンプルに嬉しい。あらあらららら、ら恐竜まで行ったぞ。
シェリーじゃない説あるな、これボーナスちゃうかな。なんかたまたまチェリー引いたタイミングでっていうだけな気もする。さあ3ゲーム目轟なんでこれで確定。さあどっち、ああいただきやった、チェリーですな、勝手に当たったな、総投資7本勝手に当たった。単発97枚です。きつー、割れない、カウンター割れてないので引き戻しです。お、チャンスアップ入ったぞ。うわ、確定ちゃうかこれ。ある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 、確定対決、多分確定でしょう、何も引いてないぞ。引き戻しから確定じゃないこれ。41ゲームサンレン対決。2回引いたよ、あ、いった、モロタロ、あ、いった、4ゲーム目、あぶねー、滑り込んだ、赤ボタン、白、画面1回多く見して、割れたか、5番だ、白ナビ、1回ここまでハマったことは忘れよう。引き戻しで確定っぽいのが出てきたってなったらもうそれはもう完全にロコの挙動なんで、3ゲーム目いや狙うよ、チャンスリー狙うよ、まずはマダラ割れる、豚来い、いやでもいいよ、しゃー、50パートレ、青か、いやなんとか繋いでますな、ストック取れたんでかいわ、広角なので対決出てきます。MB ヒー君もったいないよな、やっぱ中対決からはもう勝たんとあかん、勝たんとあかん、さすがに続け、あー勝った、これで4日目までは行きますよと、いいよ、なんかこう大の挙動も轟の調子もいいと、いやこれ出る番長3だ、出る番長3です、いやもうちょっとやったのにな、さあ見えてる分はないけれどもループストック初期のやつ
通せてたらお願いします。ダメ。390枚。ていうか隣のね鬼浜がもうラスト1905枚とかになってんやけど、え、感想確定のなんかがあるんですかね。この女王、数回触ったことがあって、ね、めっちゃ久しぶりなんですけど、ライオンこんな帽子かぶってましたっけ。リセットかかってたら299ゲーム、599が、天井として選択される、可能性もあるみたいですね。で一応振り分けが、25% ずつで 50% が、最新部の999でサバナチャンスっていうこともあるみたいなんで、まあ天井だけ期待してたらあかんやろうけど、まあ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 、おそらくこの店はリセットはかけてくれてるとは思うんでね。ただ気になるのはな、こんな帽子かぶってあったかな。チャンス目265ゲームお、これは当たりかな。ここで止まった。はい、当たってるっぽいですね。これあ、当たりですね。270ゲーム総投資が11本。はい、レギュラーボーナス行きましょう。なんかあったな。今解析見てますとですね、設定変更時はレギュレンポイントっていうのがあるみたいで、50% でなんかめちゃくちゃ優遇された状態になるということなんで、チャンスはチャンスなのかな。まあ、あの決めつけでいくと、これが設定変更されてるよっていう決めつけでいくと、大チャンスは大チャンスなんかですね。やっとか。あかんな。はい、残念。全然ダメですね。48枚。でも今最後ライオンが出てたんで、なんかレギュラーポイント5ポイント以上やったみたいですね。いやー、まさか一般入賞で空いてるとはということで、今俺が今一番7つの大罪から完全にこっちにシュートしました。ウェイクアップガールズ、いきたいと思います。子役あるいはゲーム数からチャンスゾーンを目指して、そのチャンスゾーンで当てるとボーナスか、まあ、いわゆる、まあ、ライブなんですけどラッシュみたいなボーナスを連チャンするものに行くと、でそのラッシュ、まあ、ライブに行かないと球は増えないです。ボーナスは対象ないですね。でこのたまにナビが出るんですけど、ナビ連でもそのチャンスゾーンの抽選がされてます。外線のリプレント、リプレント一緒ですね。リプ3で抽選、ナビ4連で確定。そう、これただベッドボタンがついてないんで、これ1回叩くとこれベッドで、これでレバーオン、2回叩くような感じですね。まあ何がすごいって、これまあもちろんゲーム性、パスソードしてゲーム性は面白いですよ。ライブに行っちゃえばもう過去感想もそんな遠くないっていうような感じで、なかなかのこうポテンシャルを秘めてる。だからその仕様的にも面白いんですけど、それと同時にライブがやべえんですよ。ワグのライブがやべえんですよ。でワグウェイクアップガールズ WUG でワグウェイクアップガールズのワグって言うんですよ。でそのワグのファンのことをワグナーっていうね、ワグナー、まあ今一応俺ワグナーなんででね、そのすげえいいから、こいつか枠のライブに行こうって、ドシンとマリブと約束して3人で
一回打った時あって3人でね、ですげえ感動っていうか良かったから、よしこれ3人で枠行こうかって言ってたんですよ、約束したんですよ。したらなんと2019年に解散していたっていうね、すごい衝撃的事実が発覚しまして、マジかよってね。もうなんでこの台で楽しむしかないですよ、ワグは。これはまあスイカワニですね。あーワニかと思いきやチャンス目あった。さあチャンス目起点で、さあ緑、さっき緑発展したよな、もう一個。あーまた緑、これ当たりっす。さあ投資が3000円、さあ3000円で当たりました。これまあ当たりました、チャンスオンですね。このワグチャレンジ成功するとボーナスからそのライブに必ず当選します。2択成功すると対応薬が増えて、まあ、対応薬がまず増えます。でその点灯した対応薬を次ゲームに行くと当たりっていう、まあ、やってみましょうか。これが対応薬、波が出た時の、左ファースト、中ファースト、右ファーストで、チェリー、ベル、ワニ、まあ、スイカでリプレイで SP は外れです。でこれが2択を成功することに点灯していきます。だからそのチャンスが3回、だから本当に1回目と2回目の2択がすげえ大事なんですよ。でその2択を引かないとここは増えていくんですね、どん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 。で今外れて増え、ま、1人増えました。でここが2択引く前にこれ全部いくと対応薬は増えます、1個以上必ず増えます。でこれ今2択引きました。さあ行って失敗したんで対応枠も増えない、その対応枠のゲームもできないっていう。ああ2ゲーム連続に行っちゃった。でこれも2択、これ失敗したんで失敗だった、何もできない。ただ最後は必ずナビが発生します。おお何引いた。さあワニを引いたんでグッと増えました。でこれで、はい、これで、まあ、何人でも満タンになって、あカットイン出た、カットイン出た、カットイン出た。おーむちゃくちゃ一番ついてほしいやつ、これ外れてもこれなかなかつかないです。で次まあまあ行ってみようか、なかなかつかないですよこれ、むちゃくちゃ熱い。さあこれ来ました。でここはナビが出ます。でここで2択成功してチェリーがつきました。つまり次ゲームチェリーかハズレを引けば当たりです。ハズレいいんだよ、ハズレで。いやこんなで この HP 発生がつくってめったないんで、いや発生人だぜ。チェリーで、まあ、まあチェリーがない、まあ、チェリー消えた、挟むか、ベルが触らなきゃ、よし OK、 OK。 さあこれね、今チャンスオン中に1000回出したんで4000投資4000円、125ゲームで当たりました。出てくるのはボーナスかライブ。さあ青です、青で、まあなかなか出てこないですよライブは。
基本はボーナスです。いきますよ。カットに出ない、カットに出ない、カットに出ない。一回で、こう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 。でここに一回止まります。でこの後動くかどうか。あっちゃい！俺だけ興奮してんの。いや。俺だけいやちょっと待ってしょっぱなからライブとかねえから。俺だけ。この凄さを伝えたい。ねえからいやねえから。いや超ラッキー。いやすげえんだよこれ。わかる。ほらいいの。